せーの、うおー。こんにちは、紹介者です。今回めちゃくちゃすごいシールを購入してようやく届きましたので紹介したいと思います。マジですごいです。これ自作シールを取り扱っている阿川さん、こちらで発売されているときめき妖怪鬼退治ホログラムコレクション、これなんですけど、第4弾がめちゃくちゃ今すごいと。でね、手に入らないんですね、これ今。これね、6月に発売されたんですけど、速攻で瞬殺、再販でやっとポチることができました。で、すぐね、また売り切れたって感じですね。まあ、値段4800円するんですけれども、まあ、そもそも自作シールっていうことでね、まあ、量産しているものでもなく自作で、商品化しているってことなので、まあ、妥当なんじゃないかなと。で、シールのギミックがめちゃめちゃすごいんですよね。じゃあ、早速開けたいと思います。おー、めっちゃ可愛い。ときめき妖怪鬼退治ホログラムコレクション。この可愛い女性がスーパー姫子だったかな。第3弾のキャラクターみたいですね。で、あ、なるほど。さらに袋もしくは台紙のようなものが入っていて、こちらがデビルデオンモラキーさんですね。2色の白押し、めちゃくちゃかっこいいね。自作でここまで商品化できるってすごいね。羨ましいな。尊敬しますね。そう、放送の時点ですでにかっこいい。デザインもめちゃくちゃ細かいですよ、これ。で、お、こちらがもう台紙のついた商品シールかな、そうみたいですね。おお、なんかさ、開けるたびにすべてが凝ってるんだけど、やばいね、こだわりが。めっちゃ良くない、雰囲気。そう、なんと今回動くホログラムっていうことで、なんとね、このデビルデオンモラキ変身するんですよね。わけわかんないでしょ。摩訶不思議動くホログラム。1、左右に傾け動きをお楽しみください。2、太陽光で一度はご覧ください。あ、そうなんだ。びっくり仰天な鮮明度。あ、なるほどね。光が強ければ強いほどくっきりいくのかな。で、3、室内で見づらい場合はスマホのライト等でご覧ください。あー、どうだろう、見れるのかな？照明とかでいけちゃうかな？じいさんもいい感じ。さあ、ではこの後ろに、ありますね。シールがもうあります。さあ、見てみましょう。せーの、はい！お、黒い。とりあえずね、反射しちゃうんで出しましょうか。はい、じゃじゃん。おわ、真っ黒。お、ちょっと見えてきた。おー、めっちゃ綺麗。あ、いい感じですね。照明の光で結構はっきりと映ります。着物を着た和風の可愛い女の子が描かれてます。で、左右に幽霊。あ、で、これ赤いのは羽ですかね。で、これを左右に傾けると、おー、ちょっと待って。わかりました、今。変身していくの。せーの、うおー何これ、やばくない？こんなシール存在していいの？っていうか、どうなってんのこれ。戻るときは、じゃじゃーん。うわ、すごい滑らかに。これ何パターン間にあるんだろう。すごい、このヌメヌメ感やばくない？あ、で、このね、左右のお化けが上のね、キャラクター面になるんですね。いくよ、ほら。ほら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 。デビルデオンモラキ。うわ、面白。サイトを見ると多分この方はビックリマンがすごい、好きな方だと思うんですけれども、完全に超えてますよね、これ。完全にこれ超えてるよね。仮面ライダーとかの変身とかも1枚のカードとかシールとかでできそうだよね。どうなんだろう、私が知らないだけで、こういうシールとかカードあんのかな、もう存在する。そしてキャラクターデザインもめちゃくちゃかっこいい。これは4800円の価値あると思いません？そりゃ売り切れにもなりますよね。いや、これ楽しくてしょうがないんだけど。ちなみにシールの裏面。おー、こっちもしっかり情報が。街中の女子を乗っ取るスーパーデビル。あ、乗っ取られたからああいう風に変身するんだ。いや、設定が細かいですね。これすごい。はい、ということでね、今回は自作シール。阿川さんのときめき妖怪鬼退治ホログラムコレクション。第4弾ですね。ご紹介いたしました。
多分ね、そのうち再販とかもあるかもしれないので、ツイッターもやられてて、なんか情報とか出ているので、なんかチェックしていただくといいかもしれませんね。以上、紹介者でした。高評価、そしてチャンネル登録、ぜひね、お願いいたします。